ませんに。こんなとこで何してんだってばよ。ナルト、お前は秘密を守ることができるな。ネク、いきなり何だってばよ。秘密を守ることができるな。まあそれなりに。ならばちょいと手伝ってほしいことがあるんだがの。うん、嫌な予感。手伝えばいいんだ。まずはこれを受け取れ。サイン付きイチャパラ。そうだ、わしのサインが付いた超レアなものだぞ。いらねえ。それはイチャイチャシリーズグッズの購入者に抽選で当たる代物ねの。それを俺が届けるの？その通りだ。練習場にいる当選者のもとに無事に届けてほしい。無事にって大げさだな。何を言う、わしのサインは超レアなのだぞ。いつどこの不届き者がその本を奪いに来るか分かったもんじゃない。ええ分かったってばよ。とりあえずこれを届けてきてやるよ。悪いな、わしはちょいと野暮用があるってな。後のことは頼んだぞ。さっさと終わらせるか。ここに当選者がいるらしいけど。ん？ナルト君？こんなところで何をしているのです？ん？むっつりスケベじゃねえか。あのさ、実はこの本を当選者に届けに来たんだけど。うわぁ！ちょっと急に叫びたくなりまして。それこそ私が当てたイチャパラサイン本、グッズをすべて集めた甲斐がありましたぞ。しかしナルト君が持ってくるとは全くの予想外。これはどうしたものか。どうも当選者はいないみたいだな。仕方ない、これは持って帰るか。ちょっと待ってください。なんだってばよ。持って帰るですと？いけません。そんなハレンチな本。いや、俺はエロ仙人に返すだけで。それは私が持っていきましょう。
本当はこんなことしたくはないのですが、君が危険な道に足を踏み入れるのを阻止できるのであれば、私は涙を飲みましょう。これは仕方がないことなのです。わかりますね、ナルト君。さあ、それは私がいただきます。おっと、変な誤解はやめていただきたいですな。まったく、こんなハレンチなもの。しょうがないですな。むっつりスケベ。